やあ、くん、こんにちは。僕はサイバトロンヘッドマスターズ攻撃指揮官クロームドームだ。いつも僕たちサイバトロンを応援してくれてありがとう。今回は数多くのファンの中から厳選なるテレトラン1の抽選により君がヘッドマスター連絡戦士に選ばれた。このテープは君だけに連絡される重要なメッセージだから注意して聞いてくれよ。それでは内容に入る前に2つの約束をしてほしい。第1はこのテープに入っている情報を決してデストロンに漏らさないこと。連絡戦士に選ばれた君なら秘密は守れるよな。このテープに入っている情報がデストロンに漏れると相当大きな弱点になってしまうからな。気をつけてくれよ。それからもう一つの約束だが、君と仲のいい友達だけにこのテープの情報を連絡してほしいんだ。デストロンに情報を漏らさない友達にだけだぞ。そして友達と一緒に今後もサイバトロンを応援してくれ。地球の平和は君にかかっているぞ。クロームドーム、時間がありません。連絡を開始してください。よし、わかった。テレトラン1、それでは始めよう。お話は400万年前のセイバートロン星。残り少ないエネルギーをめぐり、コンボイ司令官率いるサイバトロンと宇宙の征服を企むメガトロンをリーダーとするデストロンの激烈な戦いが展開されていた。しかしセイバートロン星にはこうした戦士たちの他にも人間と同じくらいの大きさの一般市民がいた。彼らは両軍団が消息を絶つと、サイバトロンの科学者フォートレスをリーダーとしてセイバートロンに別れを告げ、未知の大宇宙へと出発したのだ。さらばセイバートロン星。しかしある日、思わぬトラブルが宇宙船を襲った。フォートレス、クローン、大変だ。ものすごい数の流星群だ。早く船の方向を変えなければ危ない。ゴータ、この状態ではもう無理だ。こうなったらあの星に不時着するしかないぞ。フォートレスが叫ぶ。宇宙船はやがてフォートレスの指示した星の引力圏へと突入していった。おい、大丈夫かみんな。ああ、クローム、なんとか生きてるみたいだ。それにしてもすごい衝撃だったな。まだ頭がズキズキするよ。おーい、みんな大丈夫か。おお、みんな大丈夫みたいだ。よかったな。しかし船が。クロームの心配通り、彼らの宇宙船は予期せぬ不時着のショックで二度と発進できないほど壊れてしまっていた。もはや少年たちにはこの未知の星で生き抜くしか道はないのか。絶えず砂嵐が吹きまくる荒れ果てた地上、エネルギーのかけらもない荒野が果てしなく続く。その星の名はマスター星。そして何十年、何百年、何千年と時は過ぎた。マスター星に不時着したクロームたちは果たしてどうなったのだろう。荒れ果てたこの星で滅びてしまったのか。いや、正義と平和を愛する少年たちはマスター星で生き抜き、いつの日か立派なトランスフォーマーになってセイバートロン星に帰り、コンボイ司令官と共にデストロンを倒すことを夢見て歯を食いしばって頑張った。フォートレスの優れた科学力は次々と新しいメカを生み出し、ついに戦闘能力を持った究極のボディ、トランステクターを開発するのに成功したのだ。自分の体をヘッドにトランスフォームさせ、トランステクターにヘッドオン合体する。そしてこの勇者のボディは一般市民の中から選ばれた勇敢な戦士たちに与えられたのだ。それから、これはまだ極秘だが、この勇者のボディはコンボイ司令官とも深い関係があるらしい。全く新しいトランスフォーム能力を身につけた新しい戦士たち、その名はザ・ヘッドマスターズ。ここでこのカセットを B 面に裏返してほしい。